エンディングの作り方。こんにちは、西中西香です。動画の最後、5秒から15秒、終了画面って名前で、チャンネル登録ボタンや、おすすめの動画、再生リストを置いとけるんですね。動画の尺を目いっぱい使うと、締めの挨拶やオチとか、まだ文字が出てるのに被さっちゃうってことになる。ので、話し終わった後に、こんな感じで置いとける画像とか、画面があったらいいねってやつです。これはイラスト AC で拾ってきたやつです。まあ、締めの挨拶中に、字幕を下げて表示したり、締めた後に尺を余らせたり、動画のスタイルによってはなくてもいい、あったら豪華みたいな存在ですね。終了画面に配置する要素の大きさは、1280px×720px の動画だとこんな感じ。1920px×1080px の動画だとこんな感じ。あとは表示できる範囲が決まってて、まあ、テンプレート配布するので、合わせてください。ごちゃごちゃしすぎないくらいに、文字とか配置して、枠を置くくらい、アビリティの上のオブジェクトでクリッピングを有効活用してもらえたらって感じです。具体的に実演すると、置き場所用、動画要素2セット、登録要素セット、全部突っ込んで、動画要素セットをそれぞれ移動。テクスチャ画像を置いて、右クリック、上のオブジェクトでクリッピング。色変えたかったら単色化で、色の設定をして、輝度を保持するのチェックを外す。こんな感じで合わせていって、背景を置いて、あとは適当に、文字とか画像とか、動画とか入れたらおしまい。PNG 出力入れてない人は、こっちの動画を見ていてくれ。出力。シリーズものだったら、こういうのもあり。自分がキョロキョロしていたり、フルトラなら指さしたり、要素に視線を向けたいし、個性的に、でもシンプルに。そんな感じ。サイズ感確認用の枠とかは配布してるから、必要なら使ってねのいい。以上、西中西香でした。バイバーイ。